くぞ。貴様を地獄に送ってやるぜ。人間ゼロ計画に人間の手を使うことになろうとは。まあいい、最後には私自ら全てを消し計画に終わりを告げてやる。喜ぶがいい人間よ。少し甘く見て。一つだけ教えてやろう。貴様を葬るのはこのスーパーサイヤ人ブルーだ。素晴らしいな。伝統民族は神の木をまとった人だ。これはよーく鍛え抜いてる。そうそう、何よ。よくぞそこまで。褒美にいいものを見せてやろう。一つだけ教えてやる。貴様を褒めるのはこのスーパーサイヤ人ブルーだ。水をわきまえるんだな、ウンザ。いや、冷静しよう。お前は天才だ。そうだ、この世は。お前なら戦士に流せ。泣き出るとしたら。天才の分際。いつまでも調子に乗るな。あいつは俺がやる。貴様は貴様の仕事をしやがれ。
戦隊ゴたちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。仕方がない、遊びは終わりだ。神を冒涜し続ける人間どもに神の真の力を見せる時だ。機は熟したということか。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。我が姿は正義、我が姿は世界。あがめよ、たたえよ、あの気高くも美しい魂を。よっしゃ、何者だ。お前が一人になったからこっちも一人になったのさ。俺はベジータと戦うとの合体ベジットだ。そしてこれがベジットブルーだ。そんな変身で神にかなうと思え。さあ来いよ神様、
おめえの理屈は聞き飽きた。そんな伝説を使うんかないと思うな。いいんだろう。全員まとめて相手してやるぜ。この俺がブザラだ。頑張りすぎじゃないかな、なんて。コンタクトの皆さん、もうヒーロークロシアムは始め